ユーフィーリングポイント3第3章感覚、思考、行動。感情が思考に影響し、思考が行動に影響するということは、私たちの誰もが経験している。どのくらい安心しているかによって、どんな感情が生じるかが決まる。安心しているかどうかは、内側の信頼感、安らかさ、安定性によってわかる。安心していないと、心配、疑い、不信が起こる。人は、自分がどのくらい安心しているかということに、普通は気がつかない。というのも、それは、心の奥深くひそやかなところに存在しているから。自分がどのくらい安心しているかという知覚によって、感情、思考、行動の質が決まる。